犬山市立県山中学校は、愛知県犬山市大和木津にある公立中学校。犬山北小学校校区、一部の生徒。名鉄犬山線が、おおよその境界線。と、犬山南小学校校区、クリス小学校校区、犬山西小学校校区の生徒が通学する。伝統行事として、毎年2月頃に卒業式を控えた3年生が、木曽川で、 自分の使用していた机と椅子を洗う、机腰掛け洗いが行われている。 1947年1948年1949年,1950年1 9百5十0年1 9百5 1一年190512年1 9百5十3年1954年1955年1 9百5十6年1 9百5十7年1 9百5十8年1 9百5十9年1960年1961年 1962年、1963年、1964年、1965年、1966年、1967年、1968年、1969年、1970年、1971年、1972年、1973年、1974年、1975年、1976年、1977年、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  1 9九7年、1978年、1979年、1980年、1981年、1982年、1983年、1984年、1985年、1986年、1987年、1 9百八十八8年、1 9百八十九9年。ありがとうございます。